ムルハルトは、ドイツビュルテンベルク州、レムスムル郡に属す市である。シュトゥットガルトの北東約40キロメートルの、シュバーベンフラン県の森の中心部、ボッカ街道及び鉄道バイブリンゲンシュベービッシュ、ハルヘスセンタール線沿いに位置している。本市は、シュトゥットガルト地方及び、シュトゥットガルト大都市圏に属す。ムル川上流に位置する、この町は、 シュバーベンフランケンの森自然公園センター本部の所在地である。ムルハルトの地域には、シュバーベンフランケンの森産地、シュールバルト、ベルズハイムの森の一部が含まれる。住宅地は、ムル川の幅広い谷を軸にある中心的小都市、ムルハルトに集中している。この谷の北側は、マインハルトの森の南部につながり、南部は、この小都市にちなんで命名されたムルハルトの森、東部は、 キルンベルクの森である。これらはいずれも上位概念であるシュバーベンフランケンの森産地に含まれる。ムルハルト駅、海抜289メートル、ムルハルト汚水処理場、海抜279メートル、ホルンスバッハ駅、海抜320メートル、バルトゼホルンスバッハ、海抜350メートル、リースベルク、海抜490メートル、キルヒエン・キルンベルクの境界。 海抜450メートル、ホップラースベルク、海抜539メートル、シュタインホイスレ、海抜550メートル本市は、ムルハルト、ホルンスバッハ、キルヒエンキルンベルクの3地区からなる。ムルハルト市内は、76の地区からなる。出店、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベック市の南部、ビュルテンベルク・コイパー山地の一部である。 ムルハルトの森が始まるあたりの救済石場で3種類5体の亀の化石が発見された。そのうち1つによって新しい族が設けられ、発掘地にちなんでマーホアチャステスキーと名付けられた。これは旧北区のオーストレイロケリデイの最初の代表である可能性が非常に高い。第二次世界大戦の頃にケイヒャースベルクでムルハルトの恐竜が発見された。 2007年に、シュトットガルトの周白クラン会、恐竜進化の歴史で、標本として、初めて紹介された。これは、全長約2メートル近いワシリュウ類の一種であり、その最初で、2018年現在唯一の例である。本市の最も古い表記はマーアートである。これは、ムル川沿いの柳の森を意味している。ムル川の名前は、七地、デド、沼地に由来する。 ムルハルト氏の始まりは、ローマ時代161年にネッカー川の谷から東のまだ未開であったシュバーベンの森の高地にローマ帝国の国境が移されたことに由来する。ローマの城塞建設は、ロルヒ、ベルツハイム、マインハルト、エーリンゲン、そしてムルハルトなど多くの新しい入植地の発端となった。ローマ軍の予備兵は数多くの見張り塔から、 鉄数の原生林を通る上塞間の国境非植林地を監視した。ラテン語でビカス・マレンシスと呼ばれたブルカワ沿いの当時の村はローマのゲルマニアスペリオル属州のアグリーイコールデクマーテスに属し住民の多くはケルト人イコールゲルマン人の根血であった。2005年からユネスコ世界遺産に登録されたディーメスは地域の真ん中を通っている。ローマ軍団 第24部隊のローマ城塞は旧市街の南都にあったが、その上に建物が建てられたため、その遺構を見ることができない。ローマ城塞は常に川床からの高さ30メートルに建設された。2010年9月、現在のシュタットミッテ島端での掘削作業中に、ローマ時代の建物の遺構が発見された。掘り出された浴場施設の遺跡は、 第24部隊の城塞に比べ、約10メートル低い位置にあった。床下暖房施設が、これが浴場であったことを示している。一部隊は、現在の一大隊イコール四中隊にあたる。建設工事は2010年11月まで中断され、この土地は、考古学者によって精密な調査と記録が行われた。市の北5キロメートルの墓地の近くに復元された塔が、 あり、周辺には、リーメスの遺跡が多く見られる。ビカスの遺構は162年のものである。現在、バルテリヒス教会が立つバルテリヒスベルクには、ローマ時代には、ローマ兵の信仰を集めた神、ミトラの神殿というピテル柱があった。こうした遺構の中、いくつかが保存されているが、特筆すべきものとして、アルプスの北では、唯一のロームルスとレムスとカピトリヌスのメス狼が、 ある。これは、現在カール・シュバイツァー博物館に収蔵されている。ローマ帝国の権力を示し、地形をまっすぐに通るリーメスは、レムスタールにおいては、マインツとアウクスブルクとを結ぶ、交易路を守るものとして利用された。この防衛施設は、233年に初めて、アレマン人によって破壊されたが、その後再建された。アレマン人は260年頃には、 ライン川ウガン地区全域を征服し、ムルハルトのリーメス防衛施設も破壊された。トルビアックの戦いで、フランク人がアレマン人に勝利した後、ムルハルトは496年からフランク王国の王領に属した。フランク王国メロビング町の大手ウデリク4世及び、旧債カール・マルテルの地下、ホーロー像ピルミニウスは、フランケン地方のキリスト教家の一環として、 730年頃、この町に、聖マリアという名の原始教会を建設した。その場所には現在、バルテリヒス教会が建てられている。この新しい名称は、宗教改革の時代、1534年に命名された。この町の千年の歴史を形作った旧ベネディクト会、聖ヤヌアリウス修道院も同じく8世紀に遡る。フランク・オー・ピピン三世は百五十年頃に、 修道院の原型となる生産民一体草案を設けた。788年に修道士集団セリアラ・マー・アートが小さな修道院となり、カール大帝が作成した文書にビュルツブルグ司教の所有として記述されている。816年、817年にバルテリヒ修道院長がカール大帝の息子であるルートビヒ経験王の資金援助を受けて、 カロリング町の大規模な教会改革の間に修道院を設立した。ただしこれは新設ではなかった可能性もある。現在のムルハルト市教会は旧世紀の修道院教会を起源とする。修道院の近くに村が形成されていった。修道院は独自の貨幣鋳造権を有しており、ムルハルター・プフェニヒと呼ばれる効果を鋳造した。1200年頃に村は、 市場開催権を有した。1288年、修道院大官あるブレヒト・フォン・レーベンシュタイン、シェンケンベルクから都市権を授けられた。住民はつつましく生活していた。農業や小規模な手工業のほかに、ムルハルト周辺では、その後多くのガラス工場が発展した。また気工業が伝統的な経済の中心であった。1372年にムルハルトはペストに襲われた。 この様子はバルテリヒス教会の名文に記されている。1388年、首都修道院に対する大関係をビュルテンベルクハックが購入した。1525年、マッチと修道院はドイツ農民戦争で甚大な被害を受けた。ハルイコールリムプルクの農民集団が修道院図書館に突入し、価値ある文物の大部分を破壊した。 ビュルテンベルク公・ウルリヒは1534年に宗教改革に同調した。彼ははじめ修道院長、修道院及びその管理の一部を存続させる特別措置を認めた。しかしムルハルト修道院は廃止された。修道院長と上級者だけは所領の運営を行う官僚としての機能を果たすために存続した。ウルリヒの息子クリストフ公は明的な君主とみなされており、 修学義務を施行した。クリストフ公の像は、ほぼ250年の間、修道院の庭の泉に掲げられ、1790年に市場の泉に移された。クリストフ公は、両方全土の修道院を修道院法によって解体した。他の修道院と同じように、ムルハルトでも修道院学校が設立された。旧修道院薬局は、 ビュルテンベルクで特に古い薬局の一つであり、現在は、セイバルテリヒ薬局と呼ばれている。アンドレアス・キーザーの1685年の森林登録簿に描かれたムルハルト1556年から1634年まで、福音主義の修道院局があった。福音主義の修道院長は、プレラーとの称号を持ち、公の官僚であった。修道院管財人は、 財政管理人として彼らに協力した。彼は使と修道院にとって最も力のある人物であった。最も有名な修道院管罪人、ヤコーボホフゼスは1574年に7000、グルデンを横領した罪で公開斬死刑で処刑された。30年戦争のネルトリンゲンの戦いの後、この修道院は有名なベストファーレン条約の歴史記者、アダム・アダミの下 1635年にカトリックのベネディクト会の所有に戻された。しかし、ベネディクト会は1648年のベストファーレン条約に基づいて修道院を再び明け渡さなければならなかった。福音主義の修道院局は再建され、1806年の世俗化まで存続した。福音主義教会組織は1867年に かつての修道院教会を国有財産から譲り受けた。大規模な改修の後、この教会は市教会と呼ばれることとなった。これに対してバルテリヒス礼拝堂は現在も周遊財産である。1765年、ムルハルトで大火災が起こった。火災は古い紙壁の木製のバルコニーを介して急速に燃え広がった。住民たちは 収穫後で主にイルスフェルトの市場に出ていたため、火災は壊滅的な結果をもたらした。ビュルテンベルク港、カール・オイゲンとプレラートのフリードリヒ・クリストフ、エッティンガーによって一部バロック様式で行われたムルハルトの再建は、現在もこの街を印象づけている。バロック時代の生きる喜びは、特に現在も残るレストラン、トラウベのカラフルな表現に見られる。 1766年、ビュルテンベルク経験主義の代表者であるエッティンガーが、この町に来て、当時熱心に行われたが、成功しなかった、周辺地下資源の探索に参加した。ムルハルトは当時ビュルテンベルクのアムト所在地であった。バロック様式の堂々たるビュルテンベルク港のオーバーアームト庁舎は、視聴者の向かいにあった。この館には、一時期、ナポレオン三世の、 女友達ヤコビーナしパートが住んだ。パリから戻った後、彼女はパリの馬車鉄道の裕福な所有者をしてこの町で一人暮らしをした。哲学者フリードリヒビルヘルム・ヨーゼフ・シェリングは1803年にムルハルトでカロリーネ・ベーマー・シュレーゲルと結婚した。修道院の創設者で初代修道院長となったバルテリヒはフランケンの行位貴族家の一員であり、 796年頃にムルハルトに来た。一部の歴史研究家は彼がカール大帝の婚外子であり、ルートビヒ経験をとイボ兄弟にあたるという説を唱えている。バルテリヒはルートビヒの知性で皇帝施設や帝国会議において重要な役割を担った。彼は皇帝の長在司祭でもあったはずである。840年に亡くなった後、 彼は、ムルハルトの聖マリエン教会に葬られた。バルテリヒについては、彼は、奇跡の人であり多くの病気を治すことができたという伝説があった。その評判は周辺に広まった。バルテリヒの死後、彼の破壊の巡礼が教会を訪れるようになった。巡礼者は、近くからも遠くからもやってきた。巡礼は、毎年受難州に行われ、この小都市は、 中世からすでに多くの観光目的の集客力を有していた。バルテリヒは民衆から疾病者の守護者として尊敬された。修道院管在人のボルフゼルデンハクベルトルトは劣服を働きかけ1226年、1227年に成功した。しかし彼は成人に劣せられてはいない。巡礼教会のオリーブ山の基調像1534年。 聖マリア教会という名前がカトリックを思わせる響きであったため、宗教改革に伴い修道院の付属教会は、バルテリヒス教会と改名され、墓地教会として利用された。1612年、奇跡の墓碑が破壊され、献金箱の一部になった。献金箱は、バルテリヒス教会の正面入り口脇に壁で囲まれて置かれている。古い奇跡信仰は、 新しい献金箱に引き継がれた。1801年、カトリックの巡礼を終わらせるために、当時のプレラートは、母妃の破片を取り除き、墓を隠した。宗教改革以後、福音主義の、聖金曜日の巡礼だけが1950年代まで行われた。キリストの苦難の道のりを追体験するために人々は、回春者の階段でひざまずきながら、教会の丘を登った。 これは20世紀半ばに廃止された。1512年に制作された木彫りの樹南像、オリーブ山は重要であり、現在も聖金曜日から復活祭まで、バルテリヒス教会で見ることができる。この教会は、ヤコブの巡礼の三景地である。ムルハルトは、1806年から1938年まで、オーバーアムとバックナング、 1938年から1972年まではバックナング軍に属し、1973年にレムスムル軍に属すことになった。19世紀初めにビュルテンベルク王国になっても経済状況は貧しかった。ナポレオン戦争は通過する軍隊やこの町に宿営する兵士によって住民たちに重くのしかかった。1806年にオーバーアムトが バックナングに移され、1838年には最後に残っていた全国的な役所の財務局も移転した。それ以前に町の経済を支えていた修道院や両方の役所を含む公共機関はもはやなくなった。それにもかかわらず人口は増加した。1830年頃に人口は2000人を超え、商業、手工業、産業が徐々に成長していった。 ムルハルトでは当時からすでに自由主義的イコール民主主義的考えを持った市民がいた。その最も有名な人物がフェルディナント・ネーゲレである。1848年3月、ドイツで初めて直接選挙によって選ばれた議会であったフランクフルトのパウルス協会での国民会議の大議士に彼は職人として唯一選出された。 ドイツにおける1848年革命の失敗後、1853年に彼は市長に選出されたが、ビュルテンベルク王国内務省の命令によって、ネーゲれはその地位につけなかった。それでも彼は、死の直前に到達した重要な目標について、引き続き議論を重ねた。ムルハルトが、王立ビュルテンベルク国有鉄道に接続することが、 新しい時代の始まりのメルクマールであった。それ以前のムルハルトは交通の接続が不便な場所であった。1843年9月に初めて旅館、ゾネに郵便の窓口が設けられ、これ以後、ゾネポストノールと呼ばれた。物品はほとんどが馬車で運ばれた。ムルタールの住民は、ムルタール鉄道がムルハルトにまで達した1878年まで、 鉄道を待たなければならなかった。これがこの町の経済史の転換点となった。この地域の主力製品であった木材が鉄道により便利に輸送できるようになったことで競争力を再び獲得したのであった。1934年12月22日、ムルハルトとツルツバッハとの間、シュライスバイラーの高台で信号故障によって重大な鉄道事故が起こった。 単線区間で2編成の列車が衝突し、10人が死亡した。この鉄道は1996年に電化された。これによりシュトゥットガルト S バーンへの接続が可能となったが、資金を理由にまだ実現していない。2005年10月、フィヒテンベルク付近での路線遮断のために、例外的に2日間だけ S バーンの列車がムルハルトに運行した。比較の街、 バックナングに隣接していることから19世紀末に有名な比較製品製造業者シュバイザーがこの町に進出した。その工場は現在も町の景観を形作っている。その後早くも1970年代にはバックナングでの製造が廃止され2002年にはムルハルトでも同じことが起こった。より安いコストで製造された外国製競合品がその理由であった。 有名なゼイコールバーゲンのメーカーであるゼン車社は19世紀末に地元の同盟の家族によって設立された。この会社は1930年代にレフォルムバーゲンを発売し第二次世界大戦後に工業系企業に発展した。この会社はムルハルトとスイスに生産拠点を残しており2002年まで同族経営を続けたが自助売却によってナスサウの ライフハイと AG に吸収された。コストを理由にムルハルトでの家庭、個人用体重計の製造を廃止し、ナッサウに移転したが、商標は引き続き使用している。マネジメントバイアウトによって、工業、商業、産業、医療用の測定器製造は、全レプロフェッショナル GMBH&CO、KG として、初めは、本市で行っていたが、これも2008年に、 バックナングに移転した。国家社会主義の時代、メインストリートがアドルフ・ヒトラー通りと解明され、祝祭日にはハーケンクロイツの旗が掲げられ、茶色い大隊が移動を妨げた。第二次世界大戦で、ムルハルトは、その地区が何度も爆撃を受け、これによって特に駅施設は被害を受けた。1944年末、ビュルテンベルク内務省は、 ムルハルトの私立ホールに疎開した。1945年4月にアメリカ軍がビュルテンベルクを占領すると、この建物は野戦病院となった。1945年4月19日のアメリカ軍入場により、ムルハルトにおける第二次世界大戦は終結した。これに先立って宿屋の主人権肉屋のビルヘルム・マウザーは町の破壊を阻止した。彼は、 国民突撃隊員とヒトラー,ユーゲ言とを武装解除した。かつてチンタオで皇帝軍の海兵隊員であった彼には戦争経験があった。彼を借り立てたのはドイツ兵が防衛を試みた結果起こったアメリカ軍の砲撃と空爆によるフォルンスバフ派のほぼ完全な破壊であった。20世紀に旅館、ゾネポストノールはその高級料理によって軍内全域で有名になっていた。 第二次世界大戦終戦直後の1945年6月20日、アメリカ軍占領地域北部ビュルテンベルクの軍長が集まる、いわゆる軍長会議がここで開催された。これがビュルテンベルクの民主主義的な新秩序の始まりであるとみなされている。1974年のワールドカップの際には、ポーランド代表チームがムルハルトのゾネポストノールに滞在した。 彼らは予選リーグ3試合のうち2試合をシュトットガルトのネッカーシュタディオンで戦った。その練習グラウンドはムルハルトのトラウツェンバッハシュタディオンであった。1994年に旅館ゾネポストノールは市に買収された。建物内には市議会に利用されるボーフィンガーザールのほか多くのクラブ、教会が入居した。現在この建物は 近隣の住居に配慮して歴史的な外観で再建されている。1971年7月1日、市町村再編に伴って、それまで独立した自治体であったフォルンスバッハとキルヒエン・キルンベルクがムルハルトに合併した。ムルハルトの福音主義司教会住民の約47.6%が福音主義、約19.0%がカトリックの信者である。 カトリック信者の比率が現在のような高い値になったのは第二次世界大戦後に旧ドイツ東部領土から多くの難民を受け入れたためである。1870年のムルハルトにはカトリック信者は20人だけであった。以前オッペンバイラーの教会に属していたこの町のカトリック教会は1957年から独立した。1969年に建道されたカトリックの 教会堂は、8世紀に創設された母教会と同じ、聖母マリアに捧げられた。2008年9月23日にこの町は、連邦政府から、多様性の町という称号を授与された。ムルハルト市長者アルミン・メスナーは、2011年7月17日の市長選挙第1回投票で 66.、66.42%の票を獲得し、市長に選出された。 対立候補のゲルハルト・ショトローベルの得票率は28.90%、ハンス・ヨア・ヒム・ローゼンタールは3.94%であった。ムルハルトの市議会は、選挙で選ばれた18議席の名誉職の議員と議長を務める市長で構成されている。市長は議会において投票権を有している。図柄、銀字、緑の土地に緑のモミの木、その幹の両側に、 それぞれ一匹ずつ互いに顔を背けて直立する黒い狼。ムルハルトは以下の町と姉妹都市協定を結んでいる。外国人比率は16.9%である。フランク帝、ヘルシュバッハ協国この町の経済は、おおむね従業員数50人以下の手工業や、機械製造の中小企業によって構成されている。この町は、多くの銀行の支店。 総合スーパーマーケット、歩行者専用区域を持つショッピングゾーンを持つ下級中心都市である。シュトットガルト地域の平原部で狭いムルタールという立地がやや不利な点である。ロバート・ボッシュ GMBH はこの町に暖房機器の工場を持つ本市最大の雇用種である。この工場はかつての出品テックを起源としている。 この他のムルハルトの有名な企業としては、ニル機器製造業者のフリードリヒガアンパー KG や、タオルロールや、足拭きマットの大規模洗浄業者、CWS バコーがある。エイリー・ヒシュムは、第二次世界大戦後は、多角経営業者で、エスビットの発明や、菓子の製造も行った。エイリー・ヒシュムは、この種のものとしては、南ドイツで、最初のムルハルトの同盟の老人施設の創設者でもある。 多くの住民がバックナング、バイブリンゲン、とりわけシュトットガルトへ通勤している。シュトットガルトへは電車で約40分で到着する。ムルハルトはムルタール水管理連盟の加盟者である。その職務は洪水防止である。ムルハルトは広域天然ガス網に接続している。市が所有する会社であるムルハルト施設局は町の天然ガス分配網を管理する。 機関供給会社でもある。上水道、屋外プール、温熱供給、駐車場経営も、ムルハルト施設局の別の部門の業務である。電力機関供給は、フランクフルトアムマインに本社を置くスーワグエネルギー、AG が担っている。この会社は、RWE グループに属している。ムルハルトへの電力の分配は、スーワグエネルギーの子会社で、 フランクフルトアムマインのシナ GMBH が行っている。2013年9月26日にさらなる電力網の運営をシナ社に委託した。これには4人の議員が反対した。この入札ではエンベベイとシエナウシュベイビッシュ、ハレエネルギー供給 GMBH が敗北した。ビネンデン、ルートビヒスブルク、バックナングでのシナの営業権更新が決定し、これにより、 ムルハルトは、マールバッハと並んで、ルートビヒスブルクネットワーク地域における、シナの最大顧客自治体の一つとなった。2015年10月1日に新たに設立された、ムルハルトネット電力網会社 a g c o KG が、スーワグ AG から電力網を獲得したが、20年間電力供給を留保して、スーワグ及びシナにリースした。ムルハルトは、暖房に、 主に木材を用いており、温熱供給網が広がっている。再生可能エネルギー以上は、再生可能熱、エネルギーシステムへの模範的な関与に対して、エネルギーイコールコミューンとして検証した。ムルハルト駅、ムルハルトは、鉄道バイブリンゲンシュベービッシュハルヘスセンタール、1000円線に位置しており、2つの駅がある。1つは、市の中心部、1つは、フォルンスバフ橋区にある。 両駅には1時間間隔で、シュトゥットガルト・バックナング・シュベービッシュ・ハルヘッセンタールを結ぶレギオナル・エクスプレスが発着する。週末にはレギオナル・バーンもバックナング・シュベービッシュ・ハルヘッセンタール間を運行している。公共旅客近郊交通は、シュトゥットガルト交通、運賃連合によって確保されている。ムルハルトは、修道 l 1 0 6 6号線及び多くの、 群道沿いに位置する。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、連邦アウトバーン A81 号線のムンデルスハイムインターチェンジで、ズルツバッハアンデアムルやグロースボットバールを経由して、約29キロメートルの位置にある、ドイツリーメス自転車道が市内を通っている。この自転車道は、ライン川沿いのバートへ、人間から、 ドナウ川沿いのレーゲンスブルクまで、オーバーゲルマニシュレティシャーリーメス沿いに818キロメートルを結んでいる。ドイツリーメス遊歩道の一部である、シュベービッシャーアルプ協会のリーメス遊歩道が、ムルハルトを通っている。実家学校は、ズルツバッハに通うことができる。最寄りの技術、商業ギムナジウムは、バックナングにある。最寄りの栄養学ギムナジウムは、バイブリンゲンと、 シュベービッシュハルにある。この他の教育機関としては、ベストシュタットのバルドルフ幼稚園や市が経営する森の幼稚園がある。ムルハルターツァイトゥングは1884年から観光されている。販売数は2041部である。一般面はシュトットガルターナハリヒ店から、地域面はバックナンガークライスツァイトゥングから転用している。ムルハルターツァイトゥングは、 自前の編集部を有していないため、ムルハルト向けローカル面をバックナンガー・クライス・ツイトングが作成している。ムルハルター・ツイトングは、市の公的な広報を掲載している。リースベルクとリースバッハ島は、ムルハルトの南南島に位置するリースベルクに立つ高さ25メートルの木星展望島である。この島は1974年に建造されたが、2008年に消失し、 2010年に新たに建設された。党の展望台からは、市を一望できる。ベルクレアル州では、ドイツ内でも、バーデンビュルテンベルク州特有の学校形態で、本家庭学校の第9、または第10学年修了の生徒から選抜で、第10学年以降の中等教育クラスに進学できる制度及びその家庭。ありがとうございます。